イターは、モルディブのアリフダール干渉区、ランガリ島にある、海中レストラン。イターは、ディベヒ語で、真珠層を意味する。海面下5メートルにあり、2005年4月15日オープン。世界でも、最初期の海中レストランの一つ。施設は、アクリル樹脂製で、大きさは5メートル9メートル、定員は14人。天井が透明なので、 上面270度を下から見渡すことができる。設計はニュージーランドに拠点を置くデザインコンサルタント会社 MJ マーフィー社。食事はランチコースとディナーコースがある。内容はアジア風の西洋料理など、入り口は長い階段になっている。2010年4月の5周年を機にディナーの予定がない日には宿泊もできるようになった。また、 プライベートパーティーや結婚式にも使用できる。施設はモルジブの南アリカン湘南西にある私有の島ランガリフィノール島の南海中にある。ランガリフィノール島とランガリ島の両方が私有の島であり、ここ全体がコンラッドモルディブランガリアイランドと呼ばれるホテルになっている。両島は長さ500メートルの橋でつながれている。 ホテルには、イター海底レストランを含めて7つのレストランがある。2004年2月、MJ マーフィン社は、モルディブ地元企業クラウン社に、海中レストランの建築を提案した。クラウン社は、ランガリ島自治体が所有する非営利企業であり、ランガリ島のコンラッドモルディブランガリアイランドリゾートとしての運用業務としている。クラウン社は、当初、 直線的な壁と窓を持つレストランを構想していた。あとに、クラウン社は、マーフィー社のマイク・マーフィーが提案したあるキャストアクリルトンネル型の建物に賛成した。なお、R キャストは、米国レーノルズポリマーテクノロジー社の、アクリル樹脂製品の登録商標である。なお、マーフィー社のこのデザインは、クアラルンプールのナショナルサイエンスセンターにある。 世界最大級の水槽にも使用されている。装置の設計寿命は20年である。板の建物の設計とデザインは2004年3月から検討が開始された。当初はランガリジまでの製造を予定していたが、モルディブの技術では技術的及び品質管理的に不安があるとしてシンガポールで製造された。2004年5月、シンガポールで製作が始まった。 2004年10月、幅5メートルのアクリル製アーチ、空気調和設備、電線配管を持つ本体が完成した。シンガポールからは2004年11月1日に出荷され、到着まで26日を要した。この際の重さは175トンだった。2004年11月19日、ギターは85トンの砂バラストを腹部に詰めて沈められた。そして、 海底から4メートルの位置に打ち込まれた4本の手作り場に設置された。ありがとうございます。